こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、IT エンジニアスキルアップ、するためにはっていうテーマでお話をしたいなと思います。はい。一応このチャンネルというかですね、僕はインフラ系のエンジニアというところなんですけれども、それに限らずかなというふうに思うんですが、技術的な、スキルアップをするために、僕が必要だと思うことをちょっと挙げていこうかなというふうに思います。ちょっと上から目線に、聞こえたらすいません。あくまで、僕の思うところなので、参考程度に聞いていただければなと思います。はい。で、3つあります。まず1つ目、良質な案件に入るというところです。はい。自分のスキルアップができる案件にとにかく入ることが一番手っ取り早いというふうに思います。多くの人は1日8時間、1週間で40時間で、1月で160時間ぐらいですかね、仕事をしますよね。で、そしてその、お仕事したお金で、生活しています。で、仕事をしながら、勉強ができるっていう環境をですね、うまく探し当てることができれば、仕事のモチベーションにもつながるし、無駄がないですよね。お得ですよね。仕事しながら勉強して、かつお金ももらえるっていう、悪いとこないですよね。で、さらにいいところだと、いろいろ新しいチャレンジをさせてくれる現場だと、もっといいと思います。言うことないんじゃないかと思います。やっぱりチャレンジを、させてくれる、現場っていうのは、そのエンジニアを、単純な、労働力と考えずに、一緒に、仕事をする仲間と認めてくれているような、感じがします。そういう印象を受けます。やっぱりその、なんていうのかな、エンジニアを使う側の人たちからすると、やっぱりその、エンジニアを取った時には、そのエンジニアの得意分野だけをとりあえずやらせておけば、なんていうのかな、得意分野で、担当分野だけとりあえずやらせておけば、なんていうんですかね、無駄がないというか、一番パフォーマンスが発揮できるとはずなんですけれども、あえてその、なんですかね、ジョブチェンジじゃないですけど、仕事を回したり、してくれるところたり、さっき言ったように新しくチャレンジさせてくれるようなところだと、やっぱりその僕ら側に立って考えてくれてるなっていうような、いいプロジェクトだなというような印象がありますよね。はい。というところです。で、これはですね、インフラ系の、インフラエンジニアの場合ということになると思うんですけれども、一緒ですかね。できればその設計構築フェーズに入ることができれば、技術的にレベルアップできるチャンスかなというふうに思います。やっぱり設計構築だと、とにかくその手を動かしながらのトライアンドエラーで、実践的にスキルを身につけることができます。はい。で、またですね、何々の構築をしたという経験を積めば積むほど、やっぱりエンジニアとして強くなると思います。これ、アプリケーションの開発とかでも、やっぱりコードを書けば書くほど強くなると思います。それと一緒ですね。なので、やっぱりそういう、積めば積むほど、なんですかね、慣れというか勘どころとかも分かってくるので、やっぱりその初耳のミドルウェアを、例えば設計構築してくれと言われても、なんとなくイメージが湧くようになります。ちょっとマニュアルとか見ると、こういうことね、このミドルと似てるから、こういう感じでいけるのかなみたいなのが、ある程度頭で組み上がってくるんですよね。それはやっぱりその経験値の差と、経験値から来るものだと思います。
で、一方ですね、さっき今設計構築の、話をしたんですけど、運用保守の場合、こっちだとですね、ちょっと好き勝手に環境をいじることができないので、やっぱり手を動かす場面っていうのは、設計構築とかよりかは少なくなると思います。なんか一般的な運用保守の場合ですね、もっと自由なところとかもあると思うんですけども、でやっぱり、大きいプロジェクトの運用保守とかになると、まあ、その他チームとの調整だったり、まあ、そのためのなんか根回しとかですね、技術面よりも、マネジメント面の、スキルアップの方ができるんじゃないかと思います。なのでその、まあ、スキルアップといってもですね、技術レベルを上げることが、全てではないと思うので、例えばその、まあ、これちょっとあれですけど、要領よく出世したい人とかっていうのは、もしかするとこういう運用保守っていうんですかね、まあ要はマネジメント面の、スキルアップに努めると、もしかするとうまいこと出世、うまい人だとね、出世とかできるんじゃないかと思いますけどね。はいはい、というところがその1点目の、いいプロジェクトに入るというところです。2つ目、これは、勉強するというところですね。はい、やっぱりその仕事の時間でですね、うまいことキャッチアップできればいいと思うんですけれども、やっぱり現実的には難しいですよね。仕事で扱っている技術が、まあ、自分が今やりたい技術とは、限りませんし、まあ、広い範囲の中のごく一部であることが多いんじゃないかと思います。仕事で使うってなると、なのでそのため、その自分で、時間を作って勉強しないと、まあ、ライバルたちに勝つことはできません。はい、まあ、周りにですね、まあ、スペシャルなエンジニアの人って結構いると思うんですけど、やっぱりみんな裏で努力をしていることと思います。勉強内容はですね、何でもいいと思います。まあ、何かアプリを作るとか、本を読むとか、まあ、なんか資格を取るとか、そういうことですね。まあ、さらに言うと IT に関係ないことでもいいと思います。なんていうのかな、その勉強していること自体がですね、まあ、重要な気がしますよね。そういう癖というか、なんですかね、ちょっとあれですね、上から目線っぽくてちょっと嫌味っぽく聞こえたらあれなんですけれども、まあ、そういう癖というか、そういうのが大事かなっていうふうに思います。実際、まあ、仕事をする上で、なんていうのかな、そんなハイレベルな技術って使わないことが多いじゃないですか。大体仕事で扱う技術って、その基本の木というか、王道 の、 技術を使うことが多いので、そんなすごい、なんですかね、マニアックなことをテクニカルにやるってあんまないと思うんですよね。だから大体ノリで結構できる人はできると思うんですよね、仕事だけれども。それだと、まあ、みんな同じラインで戦うことになるんで、まあ、そこからちょっと抜きんでるためには、やっぱり自分で時間を作って勉強していかないといけないかなっていうふうに僕は思っています。はい、で3つ目ですね、これは話す、聞くというところですね。周りにですね、その技術談義ができる人がいたら、ぜひいろいろ話した方がいいんじゃないかなと僕は思います。まあ、技術に限らずですよね。やっぱりですね、まあ、勉強するにもですね、一人でカバーできる範囲って限界があると思います。なのでやっぱり話すことでいろんなヒントがもらえます。例えばこっちの分野ではこういうのが流行ってんのかとか、あ、こういうやり方もあるんだな、今度試してみるかとか、まあ、そういうことですね。でやっぱりその話して、自分が話して伝えてアウトプットすることが、一番の、勉強とか言いますよね。
僕はあんまりできてないんですけれども、はい、というところだったり、まあ、ふとしたところでですね、まあ、仕事の情報が降ってくることだってあります、まあ、多くの人と接せば接すほどいいというわけではないと思うんですけれども、やっぱりできる人ってうまくコミュニケーションを取って、例えば効率的に情報を引き出すテクニックとかですね、やっぱり見てると自然と使っているように思うんですよね。うん、やっぱりその昇進してる人だったり、まあ、ハイスキルの人とかですね、やっぱりそういう人たちってコミュニケーションを多分大事にしているのかなというふうに思います。というところですね。なので、僕が思う3つですね。良質なプロジェクトに入ると、ちゃんと勉強する。あと、まあ、話す、聞くと。コミュニケーションですね。はい。というのが、まあ、なんか、3つともその、なんですかね、これも、こういうのも、この3つもなんですかね、まあ、基本的なことだと思う。基本というかですね、まあ、割と当たり前のことを言ってるような気もするんですけれども、逆にこれ、そうなんですかね、すごい方法、すごく革新的な方法ってないと思うんですね。なので、こういう基本をずっとやっていくしかないと思うんですよね。うん、っていうのは、つくづく思いますね。なので、そうですね、うん、なのでやっぱり基本に忠実に行動するというかですね、そういうのが大事なんじゃないかなと思います。はい、伝わったかなというところでした。何かの参考になれば嬉しいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。